ピッチを駆け抜ける黄色の戦士。その輝きはまるでスタジアムに昇る太陽。今夜は信じることで輝きをつかんだ男のお話です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。柏レイソル生え抜きのサイドアタッカー菅沼実22歳。幼い頃は J リーガーに憧れる少年でした。カズダンスがすごい流行ってるじゃないですか、あの僕らの小学校の時で、ね、もうやっぱカズさんもうすげえと思って本当に J リーガーになりたいって強く思いましたね。初めて J のピッチを踏んだのは2002年。しかしそこにはプロの厚い壁が。苦悩の末彼が決断したのはブラジルへの武者修行でした。 J で活躍したいとすぐ思ってましたね。絶対に、ね、諦めないでやってやろうと思いましたね。精神的にも肉体的にもタフになって絶対帰ってきてやろうと思ってましたけど、全てはピッチで輝くために。しかし帰国した彼を待ち受けていたのはチームの J2 降格、そして愛媛への期限付き移籍でした。正直その時は本当やるせなかったですよね。やっぱ自分に上げてやろうってすごい思ってたし、成長したところも見せたいとか思ってたんで、まあ、愛媛のためにとはもうすっきり変えましたけど、ね、この悔しさを大きなバネに変えて、こうして今シーズン柏レイソルに復帰した彼は今やチームになくてはならない存在に。そう、昇らない太陽なんてないのです。まあ、僕の目標はやっぱ北京に行きたいし、まあ、日本代表として試合に出たいっていうのがすごい思いますね。まあ、絶対信じてやれば絶対叶うんじゃないかなと、まあ、絶対諦めなければね絶対なれるんじゃないかなと常に自分でも言い返してやってますけど。